サッカーに少しでも興味があってこの動画にたどり着いた方は、ハーランドという名前を一度でも聞いたことがあるのではないでしょうか。194センチ、95キロの巨体を生かしたパワーとシュート力、そして見かけによらずスピードも超一流クラス。サッカー界の常識を次々と覆すポテンシャルを秘めたフォワード、それがアーリング・ブラウト・ハーランドです。今回はそんなハーランド選手について、今までの歴史を振り返るとともに、彼が登場したサッカー界はこれからどうなっていくのか予想していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。ハーランドという選手、まずはハーランド選手がどのような選手か簡単に紹介しようと思います。ハーランド選手はノルウェー出身の22歳で、イングランドのマンチェスターシティに所属するフォワードです。冒頭でも紹介した通り、トップクラスのパワーとスピード、決定力を併せ持ったフォワードで、ニックネームは怪物です。10代の頃はノルウェーのクラブで活躍して、オーストリアのザルツブルクへ移籍し、そこでは16試合17ゴールというハイペースで得点を重ねました。ちなみにザルツブルク時代のチームメイトには、日本代表の南野拓実選手や韓国代表のファン・ヒチャン選手もいます。ハーランド選手は彼らと攻撃陣を形成し、チャンピオンズリーグではリバプールと互角に戦うなど旋風を巻き起こしました。その後はドイツの名門ドルトムントへ移籍、67試合62ゴールの活躍を見せ、ヨーロッパ中にハーランドの名前を轟かせました。そして2022年、満を持してイングランドのビッグクラブ、マンチェスターシティにステップアップを果たしました。イングランドの地でもハーランド選手の勢いはとどまることを知らず、20ゴールを14試合で達成するというプレミアリーグ最速記録を樹立しました。中でも2022年10月、マンチェスターダービーでのハットトリックは印象的で、シティファンの心をわしづかみにするものでした。2023年5月現在までに31試合で35ゴールを記録しており、世界最高峰と言われるイングランドの地で今まで以上のハイペースで得点を量産しています。2020年代のサッカー界とハーランド。さて、今度はサッカー界全体とともにハーランド選手を見ていきましょう。2010年代のサッカー界には、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手とポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手という2人のスターがいました。バロンドール、年間最多ゴール、チャンピオンズリーグ優勝など、さまざまな記録をこの2人が競い、サッカー界を引っ張ってきたのです。170センチと小柄ながらも、誰にも止められないドリブルと正確な左足を持ったメッシ選手。一方、185センチの長身と鍛え上げられた肉体、抜群の身体能力とパワー、しなやかさを兼ね備えたロナウド選手。この対照的な2人が作ってきた2010年代のサッカー界は、かつてないほどに様々な記録が更新される時代となりました。ハーランド選手には今後のキャリア次第ではこのポジションを担う可能性が十分にあります。ライバルは同世代でフランス出身、現在パリ・サンジェルマンに所属しているキリアン・エンバペ選手です。基本的にはエリア内でどっしりと構え、優れた得点力でゴールを量産するハーランド選手。一方、左サイドでスピードを生かしたドリブルを仕掛け、時には抜け出しの動きで相手を翻弄するエンバペ選手。この2人が2020年代の象徴となり、今後のサッカー界を引っ張っていくスター選手となる可能性は十二分にあるのではないでしょうか。ハーランド選手の今後の課題。どのクラブでも毎年のように得点を量産し、怪物の名を欲しいままにしてきたハーランド選手。しかし、そんなハーランド選手にも足りていないものはあります。それはタイトルと代表での実績です。先ほどライバルとして挙げたエンバペ選手がリーグワンをモナコで1回、パリで4回、他にもカップ戦のタイトルを何度も獲得しているのに対し、ハーランド選手はザルツブルク時代のリーグ制覇2回、プレミアリーグ制覇1回、ブンデスリーガのカップ戦1回のみなのです。両者ともにチャンピオンズリーグ優勝のタイトルはありませんが、現時点で実績の面で見ると2人の間に大きな差があることは間違いないでしょう。そして決定的に違うのが代表活動での実績です。エンバペ選手はフランス代表として欧州ネーションズリーグやロシアワールドカップを制しています。一方、ノルウェー代表のハーランド選手は自身のゴール数こそ多いものの、ネーションズリーグでは B クラスに落ち着いており、ヨーロッパトップクラスの場で戦えているとは言えません。ワールドカップに至っては出場すらできていないのです。
もちろんこれに関しては代表チームの強さの違いですので、フランス代表の方が強いのでエンバペ選手の方が優れていると言いたいわけではありません。ただメッシ選手もロナウド選手も代表チームでも超一流の活躍を見せました。バロンドールを獲得して一時代を象徴するスターになるには代表チームでの活躍も不可欠なのです。つまりハーランド選手にも当然そのタスクが求められます。しかも実際フランスメディアが実施したアンケート、エンバペとハーランドどちらが世界最高になるかでは、エンバペ選手が 56%、 ハーランド選手が 44% とエンバペ選手が上回っています。個人の得点数やインパクトはハーランド選手が上回っているにもかかわらずです。ハーランド選手の今後の予想。ただいいニュースもあります。ハーランド選手が所属するノルウェー代表は黄金期を迎えようとしているのです。キャプテンでアーセナルに所属するミッドフィルダーのマルティン・ウーデゴーア選手を筆頭に、スペインのレアル・ソシエダで久保建英選手と名コンビを結成しているフォワードのアレクサンダー・セルロート選手、サウサンプトンの中核を担っているミッドフィルダーのモハメド・エルユヌシ選手など、そうそうたるメンバーが揃っているのです。他にもヨーロッパの中堅クラブで活躍する選手が各ポジションに揃っており、ヨーロッパの強豪国と比べても引けを取りません。まだ結果はそれほど出ていませんが、主要メンバーがかなり若く連携面に課題があることから、今後の活躍が大いに期待できます。ワールドカップを目指すことだってできるはずです。それにハーランド選手が所属するマンチェスターシティも黄金期を迎えています。2022-23 シーズンはリーグ制覇しましたし、2023年5月現在チャンピオンズリーグではドイツ王者バイエルンを下しベスト4に勝ち上っています。このままハーランド選手がチャンピオンズリーグ制覇、もしくはユーロやワールドカップで結果を残す可能性はまさに今高まっているのです。このどちらか、もしくは両方を達成した暁にはハーランド選手が真のスターとなり、サッカー界のシンボル的存在になることは間違いありません。いかがだったでしょうか。今回はハーランドの躍進と未来を紹介してきました。これからもサッカー界の発展とともに成長していくハーランド選手の活躍を期待したいですね。では今回は以上です。今後もサッカー関連の情報をどんどん取り扱っていきたいと思っていますので、この動画が良いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。